俺の区間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、話していきますのが、エヴァンゲリオンコラボがですね、今度来ると思うんですけれど、まあ、それでダイヤガチャが実装されます。で、そのダイヤガチャに入っているバイクスキンがあるんですけれど、そのバイクスキン、まあ、その、1回目は普通にバイク出ると思うんですけれど、まあ、2回目以降被ったらなんと、中級チケットになると思うんですよ。で、その中級チケットですね、ものすごく、やっぱり皆さん欲しいじゃないですか。まあ、ワンチャン中級チケット被せてね、バイクスキンとプラス、まあ、そのセランスキンのね、ハンターライトを買っておけば、まあ最低限使えるアカウントとしてですね、無課金の方でも育てることができるっていう風になるんですけれど、まあゼガヒでもこれ被らせたいという風に考えていると思います。まあそしてもう一つですね、まあ大晦日にですね、まあトランシーバーですね、トランシーバーで明けおめという風にですね、メッセージを打つことで、また追加でですね、そのダイヤを増やしたりとか、ガチャをもらえたりとかするわけなんですけれど、まあ今かなりですね、ダイヤの需要が上がっております。そんな感じでですね、今回はその上がっているダイヤを増やす方法、ダイヤ増殖を方法ですね。まあ、その中級チケットを増やせる方法ですよ。つまりは、中級チケットを無限増殖する。時間が許す限りは無限増殖する方法ですね。まあ、これの準備ですね。エヴァコラボが始まる前にできる準備の方。そしてま、エヴァコラボですね。始まってからもできる方法。まあ、これをちょっと紹介していこうかなというふうに思います。それではやっていく。で、今ですね、中国サーバーにいるんですけれど、この中国サーバーの入り方、最近お教えします。中国サーバーの入り方は、まあ、iOS の設定の、地域の設定をですね、中国に変える。これだけですね。まず中国サーバーにしましょう。そして中国サーバーにして、こちらのですね、金銀の戦場、これに入るんですよね。まあ、こちらに入ることで、その戦って勝つだけでダイヤが増えていくと。そしてまあ MVP になったらさらにダイヤが増えると。まあ少なくてもダイヤ200、300ぐらい、多かったら2000ぐらい増えますんで、まあ、これを回していくといった感じです。それではやっていきます。OK, まあこんな感じでですね、まあクリアしていってダイヤを増やしていくことができます。まあ今回はそんなに多くはなかったですけれど、まあそれでもですね、少しずつ増やすことができますんで、すごい面白いですよ。最大ね、2000まで増やすことができますし、まあかなりね、2000まで増えたらマジやばいんで、ちなみにですね、このダイヤ増殖ですね、ちょっとした裏技があります。まあ今、ロケットランチャーですね、これを持っているわけなんですけれど、このロケラン、実は無限に放つことができるんですよ。まあロケラン無限に放つことができれば、勝てるじゃないですか。ちょっとそれをね、やり方が今から見せていきますね。まあ、とりあえずこうやってね、普通に発射しますよ。普通に発射してこうやって死ぬじゃないですか。では。こうやってブッパーした後ですね、自分で自害するんですよね。で、自害することによってこうやってロケランを再利用できるんですよ。
まあ、これで、うまく効率よくですね、まあ、ダイヤを増やして中級チケットも増やすことができるというわけですね。まあ、そんな感じでね、中級チケットを増やすことができるんですけれど、まあ、中級チケットにぶっちゃけ使い道あるのみたいな、うん、そういう風に思われる方がいらっしゃるじゃないですか。まあ、なんで、まあ、ここからは、中級チケットのね、まあ、使い道について、まあ、話していこうかなという風に思います。まあ、主にね、だいたい二つですね。まあ、ちょっと、もう一つ、なんか、屁理屈っぽいやつが一つあるんですけれど、それも一つ加えて話していこうかなという風に思います。まず一つ目、中級チケット。まあね、ハンターライトの話、さっきしたと思うんですけれど、まあ、ハンターライト買ってもいいと思います。セランスキンない人はですね。で、プラスですね、あの、バイクスキンで、あの、光の石っていうのがあるじゃないですか。まあ、あれがバイクの中で、まあ、二番目に強いという風にですね、まあ言われていますので、その光の石を、まあ、その交換していく、うん、交換してゲットしていくっていうのは、ものすごくいいと思いますね。うん、まあ一番強いのはちなみに一番強いのはもうポプテピピックのバイクですね。まああれも絶対手に入らないんであれなんですけれど、まあ2番目に光の石が強いんで、それをまあ手に入れていってもいいのかなと思います。まあエヴァンゲリオンのね、金のあのバイクあるじゃないですか。まああれがね、意外とそんなに強くないらしくて、まあ強い部分があるとすれば、まあタイヤをね一つ割られても減速しないっていう部分なんですけれど。まあ、それ以外はまあ別に初速が速いわけでもないんで、そんなに強くないんですわ。まあ、なんで初速の強いですね、まあ、光の石を中級チケットでまあ交換しておく、まあ、そういう風に中級チケット使ってもいいと思います。でもう一つですね、中級チケットってまあ使い道があるんですよね。それがですね、まあ、中級のそのハンターライトってあるじゃないですか。ハンターライトってまあそのね、まあ初速も悪くはないですし、まあ、あれなんですけれど、まあ、優先度的にそんなに強くないみたいな、そういう風に思われていると思いますが、まあ、実はねこれ中級チケットのセランスキンとかも、あの拡張するとね結構強いんですわ。うん、拡張すると、まあ、結構その優先度的にも強くて、まあ、普通にねなんかそこら辺のねその金のセランスキンよりも優先度上になったりとかしますし、まあ、そうやってねあの優先度的に強いハンターライトを作ってで、まあその使っていくってのも十分いいと思います。まあ今回はその無限にね、ほぼもう時間の許す限り、まあ、中級チケットを増やしてやっていくことができますので、そこでまあ多く増やした中級チケットを消費してですね、まあうまくちょっと、まあ、セランスキンを鍛えて、まあ金車持っている人でも、その金車、金のセランスキンの優先度がまあ低いのであれば、まあ、そうやって中級チケットを手に入れて、まあその作っておいた中級チケットで大会に出るみたいな、中級チケットのその拡張したセランスキンで大会に出るっていう、そういう使い方をしてもまあ十分いいと思いますし、まあ、そうやってやっていってもいいのかなと。中級チケットね、どうせまあたくさん増やせるんだったらそうやって使ってもいいと思います。まあ、バイクスキンをね拡張させてもいいと思いますしね。バイクスキン拡張させてね優先度上がったら、まあ、なかなかバイクスキンの優先度なんて上げてる人少ないんで、まあ、それはそれでね使えるんじゃないかなというふうに思いますわ。はい。でまあ最後の一つですね、まあ、ちょっとあのへりくつじみた方法があるみたいな、使い道があるって話したんですけれど、まあ、中級チケットでですね、まあ、期間限定でいろいろ交換できる時っていうのがまああったりするんですよ。まあ、この間やったらあのハロウィンの時にハロウィンのバトルパスの限定のあのハンターライトが交換できたりとかしたんですけれど、まあ、コラボイベントの時もですね、その中級チケットを使って、まあ、アイテムが交換できることっていうのもまああったりするんですよね。うん、まあ、なんでそういう時にまあうまくその集めた無限に増殖しておいた中級チケットを使ってコラボアイテムを手に入れると、まあ、そういうこともできます。まあその金のねセランスキンを消費してしまう時、あと金のジュースキンの時ってもあるんですけれど、まあ中級の、セランスキン、中級の車スキンのチケットの時っていうのもそれで交換できる時というのもまあ十分ありますので、まあ、そうやってね使っていくのもいいんじゃないかなと。うん、やっぱりそのね無限にね無料で手に入るのであれば、そうやってね、まあ、人とはちょっと違う楽しみ方っていうのを、まあ、多分楽しんでみてもいいのかなというふうに、まあ、思いますね。はい。まあ、あと話は変わりますけれど、あの高級トランシーバーであの限定のガチャ手に入るじゃないですか。今度大晦日限定で、まあ、プラスあの花火のやつでもあの限定のガチャが手に入るじゃないですか。福袋みたいな、あれ二つともね僕めちゃくちゃちょっと期待しているんですよね。だって花火限定でしょ、まず一つ目。うん、花火限定のやつ。で、もう一つが、そうやって高級トランシーバー限定のやつと。うん。まあ、その単価をね、多分ね、安くつくかもしれませんけれど、ただですよ。うん、単価薄いですけれど、まあ、限定、しかもね、大晦日の方に関してはマジで1日しか手に入らないガチャなんで、まあ、もしかしたらこっちに、なんかそういうサプライズを用意してるんじゃないかなって、僕はね、期待してるんですよ。今までなかったからですね、そうやって限定で買えるというか、まあ、限定でもらえるガチャみたいな。マジで1日限定とかはなかったんで、まあ、1日とかまあね、4時間限定のガチャなんで、今までなかったですから、まあ、もしかしたらこれね、あの2周年の時みたいな感じで、その時間限定のね、プレイヤーへのね、まあ、そういう救済とかもしてくれる可能性というのも、まあ、十分考えられますし、やっていいんじゃないかなって。うん、
思うんすよね。うん、いやちょっと例えば金車とかね、金のセランスキンがそこに入っとったりとか、金のジュースキンが入っとったりとか、いつもはねない内容のものがそこに存在しているという可能性もまあ十分に考えられますし、めっちゃ期待してますそこは。うん、めっちゃ期待してる。なんか来てほしいよね、ほんと限定の中に。なんかサプライズ的なね、あったらね、最高じゃない？めっちゃね、これはね、俺ね、胸が高鳴ってるもん。胸が高鳴ってるっていうか、まあ普通にね、エヴァンゲリオンコラボというか、そのあたりはね、すごい楽しみなんで。まあ、皆さんも、ワンチャンその、例えばその、エヴァンゲリオンコラボにあんまり課金できない人みたいな、いらっしゃると思うんですよね。まあそんななんかもう、1000円、2000円ぐらいしか課金できないよっていう人は、ワンチャンですよ。ワンチャンこの高級トランシーバーに、あの自分が課金できるね、全金券をぶっ破してみるっていうのもいいと思うんですよね。それで、まあそのガチャを大量にね、高級トランシーバー、その大晦日のやつ限定の高級トランシーバーをゲットしておいて、まあそこでね、回していく。いや、俺、あると思うんだよな、ワンチャン。うん、ねえ。ちょっとそこら辺ね、期待してもいいかもしれんですね。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知の方よろしくお願いします。Twitter やってます。滅ぼしろと言われたら滅ぼしますのでよろしくです。TikTok、ミルダム、そちらの2つもやっておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。ミルダムの配信と YouTube コミュニティ欄でクランロゴのプレゼント企画もやってますので、そちらも2つチェックしてみてください。あと LINE の方で動画の通知や最新情報の方ですね、お届けしておりますので、LINE の登録もよろしくお願いします。あとサブチャンネルがあってですね、サブチャンネルの方でもぼちぼち動画出してます。まあ、そちらの登録、またご視聴もね、していただけると嬉しいといった感じです。そんな感じです。それでは。